かなんかお話し会なんか始まったね。お、ありがとうございます。みんなありがとう。ね、お、待望してた。なんかね、予定が分かった方とか、あ、おめでとう誕生日。ハッピーバースデーディアせいちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。素敵な一年&最後の一年にしましょう。ハッピーバースデー。冷たい、本当に寒いけん、さっきこたつつけた。さっきまではね、寒さに我慢できたんですけどね、急にね寒くなり始めてこたつつけた。もうやっぱ暗くないについて寒くなるんですね。さっきまではね大丈夫だったんよ。でも急にこの多分7時ぐらいになってから急に寒くなった。まあ、日が落ちたからかな。なんかほっぺが増えた。足が寒い。そうなのかしら。え、私雰囲気変わりましたかね。せっかく伸びた口内はね、多分まだある、まだあるけど結構上の方にあるんで、当たらないのよ。食べても食べ物がやっぱ増える。イカセミ髪をまとめてるからかな。わ、口内レモン食べるといいって本当に。見えてきなか。この絵ね、上の方にあるの。さあやん、こんばんさあやん、おつさあやん。この絵まだありますね。またちょっと水とかがこっちに入ると痛いですね。でも頼むのが当たらないからね、まだそれが少ないですね。髪の毛が痛いんだよね。蜂蜜塗ればいいんだ。あら、ありがとう。いえいえ大丈夫ですよ、石並びは全然ありがとう、対戦してくれて。お疲れ様でございます。ポテチ食べたいな。そうそう、石並びそう宣言した。そうですね、しましたよ宣言。こんばんは。酸っぱいもの食べ過ぎ。クエン酸は結構飲んでますね、ほぼ毎日。
でも最近はあんまり飲んでない。話し方をどんな感じかね。あ、マヌカハニーいいんだよね。マヌカハニーは喉にいいって聞くよね。そう、服しか着なかったんだよ昨日ツイッターびっくりしちゃったよ。見えないを狙いますというか目指します。そう、疲労回復とかにいいね、レモンは特に。いや、びっくりした私。めっちゃ文章とか考えて画像も考えたのにさ、まさかのさ、服しか映んなかった。パッと見た時に服しか映んなかった。びっくりした。あ、ありがとう、対戦してくれて。あ、ありがとう、調子ガチャしてくれるんですね。あ、そういうこと？大丈夫？なあ、ね、そんなことがありましたね。うん、来月ですね。今月は育成期間ですね。もう服だけやったけん、パッと見誰か分からんかった。びっくりしちゃった。わあ。え、疲れてる見える？嘘目がね、でも目最近疲れてるね、やっぱり。結構常に携帯見てるからね、ちょっと目が疲れてきて、頭とか痛くなったりするから、みんなも気をつけて。あ、逆に服だけしか着てなくて気になってみた。え、そんなパターンも逆にあるんですね。そうそう、4枚載せたいんだよ。もうね、そう、もう4枚載せたいんですよ。そうなの？視力悪い。 16.9 見せばよかったか。育成亀さん、看板さんやん。私コンタクトです。いつも朝起きたら絶対コンタクトつける。多分あれだったんだろうね、最初の1枚目がメモに書いたの、メモの切り方がの画像になっちゃって、それが基本になっちゃってみたいな感じなのかね。メガネの日ない。メガネね、私ね、嫌なんよ。絶対跡がつくんよ、ここにメガネの。そうなんだ。お、ありがとう、いってらっしゃい。うん、ツイート後の写真があんな感じになっちゃった。寒い。私本当にちょっとしただけで一日中つくぐらいやん。私本当にちょっとしただけで一日中つくぐらいやん。あとついてる。止まっちゃったかな。大丈夫か。大丈夫。やっぱり最近分かってきた、ループになった瞬間が。
急にこの世界が何もかもが終わった気がする。あ、終わったじゃない、止まった止まった。もうちょっと待って、今日は本当にもうなんか頭が分かってきましたよ。タイムスリップ、タイムループ。え、これかわいい。ありがとうございます。うん、ご飯食べた。サバ味噌の鍋ずっとそればっかり食べてる。目がねちょっと腫れてるね。ありがとう。うん、そう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 。やった。うん、メカ抜かけないですね。初めて来ました。ありがとうございます。なおさん。なおさんですか。なおばつさん。あ、なおばつさん。え、ありがとう。なんか今日自分の声おかしい。ああいうえおこんな声やったっけ。こんな声でしたっけ。私ジャイアンティ、あ、こんな感じ。おう、あ、ありがとう。うん、声出にくい。ちょっとかすれてる自分の声。ほんとよかったですよ。本当。さやかりんって。え、本当大丈夫かな。うん。ひなさんに渡しましたよ。風邪ってちょっとかすれてる。なんだろう。寒くなってきたけんが。そう、さっきさやかりんって、私はサイアンです。サイアンだよ、サイアンだよ。うん、使ってる加湿器。あ、今寒いけん出にくいんですね。
声がむくみ、むくみ、むくみ、どうやろね、急に寒くなったからさっき。喉弱いですね。ずっとこうやってなんか引き出しをこう引いてる。あ、ありがとう。代謝いいのかな私。代謝いいと思う。汗がすごい。レッスンの後の汗がすごい。お、ありがとう。ふふふふ。一気に寒くなる。こたつ入りましょう。うん、今こたつから配信をお送りしております。引き出しってここなんだろう。なんかね、携帯を置いてる台を高いところに置いてるんですけど、引き出しの上に置いてるんよ、この携帯。このちっちゃい引き出し、なんだろうこれ。これをちょっと引いて押してってしております。座ってるのは座椅子に座ってる。よいしょ。うわ、今日美人さんだし。そう、小物入れだ、小物入れ。かわいい。うん、眠いですね、こたつ入ると。マヌカハニーね、なんかマヌカハニーの喉飴買ったかも。いや、ほほほほい、ほほい。うん。え？笑い方がかくてとても好き。そうなの。そうなの。あ、ありがとう。ちょっと今日は自分の声おかしいです。ね、こたつで寝たいですね。みかん。じゃん。みかん。なんか。こんなにあったっけ私。こんなにあったっけ。いつも通りかな。初見です、ありがとう。ボリ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 。あ、昔からこれ。そっか、じゃあいいか。わ、ありがとうございます。わ、すごい可愛いですね、ありがとうございます。まさかの、へへへ、はい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 、可愛いしかない。ブイブイしないで。
やったー。あ、再販ありがとう。話そう。話しましょう。今再販ちょうど合ってます。明日か明後日までかな。ありがとう。今日も見てくれまして、意外とすぐ終わる。多分明日、明後日か明日終わる。なんかね、STU の公式サイトから行けます。公式サイトにね、なんかお知らせみたいな感じであります。さっき知った。びっくりした。ありがとう、かわいい、ありがとう。あ、室内部頑張ってくれてる、ありがとう。私もファンの方と同じタイミングですよ。私笑い方好きってね、あんまり言われたことないんよ。嬉しい。笑い方おかしいよねって言うことくらいしか言われたことない。高尾さんって笑い方おかしいよねって普通に言われる。なんか直接そういう印象しかありませんみたいな感じで言われるけんね。あ、そうなんだみたいな感じになる。そう、うん、そう、笑い方とかそんな左右できないんで、自分でこういう風に笑おうとか、そんな笑う時は左右できないもん。それをおかしいよねって言われたらもうどうしようもない。でもこの人の前では絶対笑えんと思った。私は急にこんな暗い話に、はあ、本当はそんなに言ってくれるなんて嬉しいな。やっと嬉しい。私は多分ツボ浅いですね。めっちゃすぐ笑っちゃうから、逆にすぐ笑っちゃうから、ダメって思われるだと思う。なんかみんなが別に笑わないところで私なんか笑っちゃうんですよね。多分ちょっとしたことで笑っちゃう。やけん、なんか多分それでなんかあの子ちょっとおかしいみたいな思われたんかもしれん。私がちょっとしたことで笑った後なんかすごいなんか空気が起きるた時に分かった。え、今の笑っちゃいかんかったんかって。
笑わん人よかいい。なになに、凛子ちゃんが努力家で真面目って言ってた私のこと。え、そんな嬉しいな。そうそうそう、あ、そんな、なんか普通にどんな感じなんだろう、多分普通のちょっとしたこと、ちょっとしたことで笑っちゃうんだよね。なっちゃん、なっちゃん冷静、めっちゃ冷静な子。ね、りんこちゃんそういう風に私を見てくれてたんですな。めっちゃ聞き上手な子な気がする。ゆりちゃんは激しい。そう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 。ゆりちゃんがすごいね。ゆりちゃんもすごい、なんかツボが浅いらしい。だけど二人でツボが浅いけん、なんかずっと笑っとる。え、怒られとるとき私笑えんよ。怒られとるとき私も、うん、その人も怖くて。そうそう、怒られて笑っちゃう方もいらっしゃるんですね。いるか。りんこちゃん、りんこちゃんは明るいですよね。なんか1周年のその特番の時に、なんかサラちゃんがとおるときに急に踊り出すみたいな。なんかね、お披露目公演の練習のときに暗闇が、りんこちゃんが多分横だったんですよね、右側の。それで一回話しかけたんですけども、めっちゃ、あ、すみませんみたいな、なんかめっちゃ敬語やったんよね。ニキヤは、あ、敬語やって思って。でも今はね、さあやんって言ってくれるし、嬉しい。りんこちゃん面白い、めっちゃ。そうなの。高尾さん呼び、え、なっちゃんとか高尾さんって呼んでる私のこと。おっちって呼んでるのはさらちゃんとミリアちゃんかな、私。そう、セラピー、あ、ゆきりかも高尾さんなんかな。ゆきりかとなっちゃんコンビ高尾さんなんかな。うん、やんねえ。
私のあだ名多すぎん？めっちゃあるんやけど。りんこちゃんの配信見たことない。どんな感じなんかな。私名字で呼んでる2期生いるっけ。みんな下の名前で呼んでるかも。あ、みちゅさん、高尾さんって呼んでる。でもこの前なんかさ、やってる気もするけど。多分はもうサーヤンだよ。さこちゃんもサーヤン。あれ？言われたことないかも。なんて呼んでんだよ私のこと。サーヤンって呼んでるかも。なんかね、でも一回でもあったって、りんこちゃん確か一回だし見たことあるかも。なんかね、なんか膝にできたなんか虫刺されが、なんかいくらその虫刺されの無比なんだろう、なんか薬を塗っても治らないってずっと言ってて、虫刺され本当に治らないみたいな言うたんやけど、その、え、何、いくらって何、いくらって何、いくら、何それ、何それ、そう、膝にね赤い虫刺され配信、え、ウクラとか言った私、え、なんて、え、イクラって言った私、え、なんて言った私、あ、イクラ塗っても、あ、イクラ、あ、おかしかったなんか私、あ、何回塗っても、そう、何回大丈夫、何回塗っても治んないって言ってたの。え、何、おかしくした、私ちょっと発音おかしかった、びっくりした、いくらって言うかと思った、あの虫刺されのこと、そう、でも私ずっと治んないって言ってたけど、多分私それその暗闇とかで、暗闇の練習レッスンとかで膝をつくときについたあざやと思ったよ私は。多分それあざなんじゃない、膝立ちした時のあざなんじゃないって思ったけど、どうだったっちゃろ、そうそうと思いつつ私はそっとそれを閉じて、そう、多分朝やとだけん、りんこちゃんは朝にずっと虫刺されの薬を塗っとったんやって思ったらちょっと面白かった。ね、大丈夫だから、あの時私この前さめっちゃ「はっ！」ってなったことがあって、普通に
こう街を歩いてて、でちょっと道に迷って、あれ右やったっけ左やったっけと思って、で地図見ようと思って地図見ようとしたら、後ろから多分私が邪魔だったんだろうね、なんて言ったかな、邪魔なんだよみたいな言われて、はっってなった。なんて言ったっけ、めっちゃ怖かった。めっちゃ怖かった。なんて言うたっけ。でも女の方だと。私が邪魔だったんでしょうね。邪魔なんだよって言って、ハイヒールでカツン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 って言って、はぁーって思った。なんか自分の中の心のなんだろう、なんか闇がなんか なんて言うんだろう。まずびっくりしたの私は。あ、でも、あ、そうだよなってのを思った。あ、そうだよなって、そう思うよねみたいな。いや、そうだよなって、そうなんだ。急いでたんだろうな。もうね、先生に、学校の先生にめちゃめちゃ怒鳴られた頃のことを思い出した。普通に掃除してたんですけど、ちゃんと掃除しろって言われた時を思い出した。なんか窓の間のさ、この隙間みたいなところをさ、雑巾で拭い取ったんよ。そしたら、おい掃除しろって言われて、えって、何言ってたんだって言われて、いや、ここのゴミを取ってましたって言ったら、そんなの掃除じゃないって言われて、そう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 、
そう言われてる自分が今面白いですね。でも小学校の頃だ。で一回さ、一回怒ってしまったらさ、もう怒るしかないやん。一回先生も怒ってしまったら、いくら先生が間違えてようとちょっと戻りにくいのはあるよね。そう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 。黒板の上の方消せるかな私。黒板消し好きでしたね私。なんか面白いよね黒板消し。叩いたことある？あ、黒板消しをワンテないない。黒板消しドアに挟んだことある？ドアに挟むの？あ、黒板消しをどうに挟む。あーなんか教室入ってきたら落ちる。ないしたことない、したことない、したことない、したことない。あ、なんか先生に落とす、なんかそれドラマでありましたね。ない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 。怒られるでしょそれしたら。高尾さやかさん、ドラマで見たことある。私やってたらもうおかしいね。私が代わりに挟まれるの。学校系のドラマめっちゃ好きでしたね。やっぱドラマ見たらうまくはいかないんですよね。なんか学校のそのドアでなんか懸垂してる人ならいた。今ドラマね見てた、見てるかな。何見、なんかフォーあったのを見てるけど、でも途中からやけん分からんのよねよく。あ、懸垂してた人。私学校どんな生徒？なんか掃除を
なぜかめっちゃ早めに終わらせようとする生徒みたいな。なんかめっちゃ掃除を、その教室の掃除を早めに終わらせることを、なんかすごい、なんかそれにモチベーションを感じてた。なんか机のなんかね、机を早く動かしたかったんだよね。ありがとう、気になってきてしまいました。ありがとうございます、山ひろさん。で、掃除がね、得意とかじゃないよね。大きで吐くのがうまいって見られてました。いいやん。あ、ありがとう。あら、こんばんは。部屋の掃除したの、おととい。いやー、こたつはあったかいな、ほんとに。こうやん、ありがとう。せいちゃん、ありがとう。ピキさん、ありがとう。なおきさん、ありがとう。たこうやん、ありがとう。まさとしさん、ありがとう。せいやんさん、ありがとう。ひらにいさん、ありがとう。りんさん、ありがとう。やっしーさん、ありがとう。こたろうさん、ありがとう。あーさん、ありがとう。のみみずさん、ありがとう。はとるんさん、ありがとう。やっしーさん、あれ、いっしーさん、ありがとう。りんさん、ありがとう。はとるんさん、ありがとう。きちねさん、ありがとう。けんたろうさん、ありがとう。きちねさん、ありがとう。たくやさん、ありがとう。バルタンさん、ありがとう。しろさん、ありがとう。たこうやん、ありがとう。まさとしさん、ありがとう。かずさん、ありがとう。パイのみさん、ありがとう。こたろうさん、ありがとう。たこうやん、ありがとう。こたろうさん、ありがとう。天熱さん、ありがとう。せいやんさん、ありがとう。ありがとう。メガバイトさん、ありがとう。マイピーさん、ありがとう。おうさん、ありがとう。せいやんさん、ありがとう。せいちゃん、ありがとう。りんさん、ありがとう。キーティー、ありがとう。コックさんのしげさん、ありがとう。大西くん、ありがとう。俊介さん、ありがとう。大西くん、ありがとう。カツさん、ありがとう。ハトルンさん、ありがとう。ナリバーさん、ありがとう。ネコテラさん、ありがとう。テネツさん、ありがとう。アキアンさん、ありがとう。イクコピョン、ありがとう。大西くん、ありがとう。エフ渋谷さん、ありがとう。ターちゃん、ありがとう。ハメ
ももちゃんの飴。ありまるちゃんありがとう。アトルンさんありがとう。天熱さんありがとう。炭酸せんべいさんありがとう。ふうくんありがとう。あおちゃんありがとう。こたろうさんありがとう。てるさんありがとう。まいせんたんありがとう。いくこぴょんありがとう。りんさんありがとう。たこうやんありがとう。ふとしんさんありがとう。くまはさんありがとう。ホタテさまありがとう。この間お話し会ありがとうございます。こちらこそ。こんばんは、カルチャさん。なんだろう、よく止まるのか。電波悪い？あれしてるよ、なんだっけ、なんだっけ、ギガ。なぜか見ててしまってる。なぜだ。あ、トゥース。はじめまして。ギガよ、最近は本当に。配信は。悪くない。こんばんは。何ギガだったっけな。何ギガかな私。トゥース。目が綺麗。今日頑張ってます。悪くないだろう。このなんだろう、この夢なのか現実なのかわからない感じになってきた。夢なのか現実なのか。何なのか。わからんくなってきた。多分このこたつに入ってるからでしょうね。よくわからんくなってきたよ。世界が変わっております。いい時間ですね。お風呂は何ですかって。そうなの。本当に私何の話してるんだろう。ずっとずっとこの2時間ぐらい何の話をしてるんだ。ありがとう。本
どっこ最近本当に何を話してるか分からなくなってきた。好きです、ありがとう。いくら、いくらの話した？なんかいくら塗るのかみたいな。いくら塗るのか、いくら塗っても、いくら塗っても、そういうこと。なんかね、発音がね、時々違うみたいだし、時々えって言われる。私もえって。どっちでもいい。そう。今日の話は、邪魔って言われた話、先生に。今日邪魔って言われた話と、先生に掃除してたのに掃除してないって言われた話と。廊下立ったことはない。あ、凛子ちゃんの話。大丈夫かな、こんな謎の話ばっかりね。メンバーカーの呼ばれ方。あ、廊下立ったことあるよ。でも先生に廊下に立てなさいって言われて立ったことはない。いいですか、こんな感じでも。なんか終わりに終われない感じがあるんだけど、大丈夫ですかね。大丈夫か。通常こんな感じだっけいつも。ありがとう。もうオチがね、どこにもない。そう、まさに内容がなかった。大丈夫かな。ほほほ、よかった。オチはおるけど、オチは大丈夫かな。よかったよかった。本当にいつも通りだよ。よかった、大丈夫か。今日さ、前髪がちょっとおかしいんだよね。別に私、話は別に何もなくてもいいですよ。最初がなくてもオチがなくても何でもいい。どういうこと。可愛いね、ありがとうございます。そう、今日は謎のね、このポイントでした。そんなことない、そんなことないかね。いや、あ、そう、最近ね、街中にクリスマスツリーが出てきたんじゃないでしょうか。なんかもうクリスマスなんだなと思って、
そう、うん、もうね、ショッピングセンターとかでなんかクリスマスのなんか音楽とか流れたらすごいなんか、あ、もう始まるんだと思うよね。そう、クリスマス終わったらもう正月だからね。もう年末になるよ、みんな。めっちゃびっくり。あら。そうね。年末は忙しいのもね。本当に早いよね。もう2021年ですね。早い。そう。こっち。クリスマスですね。私の2020年の流行語大賞は何でしょうかね。高尾さやかバージョン。目が光ってる。なんかいっぱい出ますね。そう、私なんかで、そう、クリスマスぐらいに自分でケーキを作ろうと思って、お母さんにケーキ作りたいんよねって言ったら、オーブンがないけん無理よって言われた。オーブンがないとね、ダメなんだってケーキ作れん。オーブン持ってないよね。あとなんかハンドミキサーがないとね、なんか結構難しいよって言われて。あらら、ひなさんのお家に行けば作れるか。だけん土台はもう買えるのかな。でも土台買っちゃったらもう盛り付けだけだもんね。そう、やっぱりハンドミキサーないときついんだよね。やっぱり結構難しいんだね。普通に盛り付けるだけにする。でもさ、一人で食べるのなんか寂しいね。ワンホールとかだとちょっと大きすぎるかもしれない。食べきれないし、その日のうちじゃ。誰か呼ぶ。高崎役言いますか。そう、なんかメンバーと一緒に、あれはちょっと無理なのか。高崎屋返しにしたいんですけどね。あれ、もうこんな時間になってなってた。いつの間にか。
私はね、もういろんなお菓子をケーキに盛り付けたくて、マーブルとかラングドシャとか、そうそう、なんかいっぱい置きたい。いいよね。そう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 。巨大じゃないといかん。一回行ってみよう。高崎彩子で聞いてみます。誕生日どうしよう。かわいい、ありがとう。誕生日のケーキどうしよう。みんなどうしてるんだろう、メンバー。そう、もうすぐね誕生日なんですけど、どうしようかな。どっかでやっぱりみんな買ってるのかな。ワンホールね絶対食べれないもん。でワンホールあった方が嬉しいよね。え、知らない。コンビニケーキ、でも私ケーキ買ってもさ、メンバー多分食べないもんな。一人用のケーキ買おうかな。ちょっと寂しいね。そう、いっか。なんか買おうかな、ケーキを、一人用の。ホール買ってきて、やっぱりホール買いたいですよね。ちっちゃい、ちっちゃいワンホールとか、そう、ろうそくねしたいんですよね。フーってしたいんですよね。そうそうそう、配信でケーキ食べたいのよ。あるかな、探してみる。
私もそろそろ終わるね。ありがとう、見てくれて。ありがとう。コクさんのしげさんありがとう。バルタンさんありがとう。コタロウさんありがとう。マイピーさんありがとう。ユウキさんありがとう。テンネツさんありがとう。大西くんありがとう。トシヤさんありがとう。セイヤンさんありがとう。テネツさんありがとう。コックさんのシゲさんありがとう。F 渋谷さんありがとう。マイピーさんありがとう。アオちゃんありがとう。テネツさんありがとう。セイちゃんありがとう。アトルンさんありがとう。テネツさんありがとう。ありがとうねー。あら、え、おーっと、いつの間にか9400人の方。え、ありがとうございます。恥ずかしい。リンさんありがとう。いつから？なんというこった。この謎の配信よ。本当に。え、面白いの私。うん。ありがとうございます。こんばんはっとな。バルタンさんありがとう。サムライマンさんありがとう。え、フォローありがとうございます。うん、私は毎日配信しておりますので、明日もしてます。じゃあ読みます。今日の1位は前先端。ありがとう。そして2位はせいやんさん。ありがとう。あ、ありがとう。そして3位はたこうやん。ありがとう。そして4位はあーさん。ありがとう。そして5位はあおちゃん。ありがとう。そして6位はお、あら、かじゃった、ごめんね。まいせんたん、せいやんさん、たこやん。4位キーティー、ありがとう。そして5位はりんさん、ありがとう。そして6位はお手様、ありがとう。そして7位はマイピーさん、ありがとう。そして8位はケンタロウさん、ありがとう。そして9位はスイちゃん、ありがとう。そして10位はアーさん、ありがとう。11位はナビちゃん、ありがとう。そして12位はアオちゃん、ありがとう。そして13位はバルタンさん、ありがとう。そしてコックさんのシゲさん、F渋谷さん、
マピさん、マサトシさん、ゴジアップくん、ハトルンさん、アダチさん、タカオゴンヤン、カズさん、ナリバーさん、イナッチさん、セイジさん、アリマルちゃん、ヒラニーさん、リエちゃん、カズヒラさん、ちくわドーナツさん、イモケンピさん、ノブイチさん、エビスさん、34位がコロスケさんでした。おめでとう、バイ。ご飯食べたもん。あ、サイアンって呼んでくださいな。みんなありがとう。リンさんありがとう。 F 渋谷さんありがとう。俊介さんありがとう。新潟フリーキックさんありがとう。読みません。あ、今日美人、ありがとね。じゃあねやばい。よいしょ。うん、今からお風呂入って、お風呂入ってからはずっと、はい、ひし並べしてると思いますので、よろしくです。ねえ、バイバイ。うん、知ってる人。そうね、こたつはもうね、もう後にします。お、本当だ、1万人の方ありがとうございます。見てくれまして、いつもいつもありがとうございます。2つはもうね、消しますね。お疲れ様、ありがとう。バイバイ。